大好きな人たち見てきます。そう、楽しみにしててください。せーの、妙見世！
ジャーとは、妙見保育園のいろんな場所からみんなの成長を見守っている妙見保育園の動物の仮の姿である。いつも水槽からみんなの笑顔を見守っている妙見金魚。いつもデッキからみんなの成長を見守っている妙見ペンギン。いつも空からみんなの健康を見守っている妙見カメ。いつも園庭からみんなの愛を見守っている妙見チョウチョウ。4人合わせ妙見保育園の守り合いアニマル戦隊妙見ジャー。今日はすげえやつを連れてきたぜ。東京で固まってたあいつだよ。なんで東京で固まってた。東京で固まってた。後ろだ。こちらだよ。なんだこれ。
殺技だ。いやいや。よっけよっしゃ、やったー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 。なあ、みんなどうしてりっくんは子供たちが喧嘩している時には助けなかったのに、ゴジラが現れたらすぐにみんなを助けてくれたかわかるかい？じゃあ自衛官さんに説明してもらおう。はい、皆さん説明します。我々自衛官は国の安全、みんなの安全を守るのが仕事です。さっきお友達は喧嘩をしてましたが、喧嘩はやったらいけないってわけでもないです。いっぱい喧嘩をしていろんな学ぶことがいっぱいあります。なので喧嘩はしてもいいと思いますけど、お友達に怪我をさせたり、安全を守るために自衛官は出動してきますよ。なので怪我をさせたらいけません。なので皆さんはこのコーナーを見せてください。そうなっているので、なんで喧嘩をしているのか、何が嫌なのか、どうお友達と遊びたいのか、みんな言葉に出して相手に伝えてやってください。そしたら自衛隊が出動する必要はないと思います。よろしくお願いします。その通りだね。喧嘩するほど仲がいいと言うしね。何も言わずに我慢してたり、お友達の邪魔をしたりするよりも、言いたいことを言った方がいいと思う。これだけは約束してほしい。喧嘩しても必ず最後は仲直りをしてまた遊ぶんだよ。じゃあ最後はみんなで踊ろう。何を？じゃあみんな両手を腰に。こちら死んでないか、いいですね。なんで消化がどこが死んでるの？ミュージックスタート。カラスと人々の群れ。
なんかない桜市があるだけ、ただ腹を空かせて君の元へ帰るんだ。物心ついたらうっと見上げて思うことが、この世にいる誰も二人から